と海のことを考える初めてのイベントが開かれたとよ。ここは川棚町の大崎海水浴場。今年初めてアースデイ in 川棚が開催されたとばい。このイベントは大崎スローライフプロジェクト協議会が地球のこと、海のこと、環境のことを考えようと海と日本プロジェクトの一環として開いたとよ。自然への感謝を分かち合ってもらおうと34の団体が参加したとって、にぎやかかね。うわ、綺麗かよ。ここはどんなブース？大崎の海で拾ってきたシーグラスを使ってアクセサリーを作って販売してます、ね、私たちのゼミが地域観光と SDGs の取り組みを進めるっていう専攻なので、川棚の海で取れるものを使って何か貢献できないかなと思ってこういった活動をさせてもらってます。訪れた人たちの反応は？可愛いなって思いました。地球に優しいイベントでいいなって思いました。しかね。そして、お、子供たちも活躍しとるよ。川田の小学校の SDGs キッズ、海で拾ったプラスチックゴミを細かく切ってキーホルダーにするワークショップが開いたとよ。キーホルダー綺麗にできたね。楽しいとか言ってくれて嬉しいかった。プラスチックを海に捨てないこととか、捨てずにこんな風にアクセサリーにもできるんだよって思うことを伝えたかったです。みんなの地球に優しい取り組み伝わったばい。できれば小さいことでいいので、皆さんが環境とか海を守るために私はこれをやりますっていう、ね、ちっちゃな目標を持ってね、日々を生活してくれると嬉しいと思ってます。地球のため、海のため、できることからみんなで一緒に始めようで。海と日本、チャンネル登録お願いします。